はい、今日はですね、まあ、高知県から僕のこのオフィス名古屋までなんとですね自動車で6時間以上かなかけて、小松さんが来てくれました。で、小松さんというのは、去年の年末、今、2019年の7月14日なんですけど、まあ約半年から8ヶ月前ぐらいですかねにちょっとご相談をいただいて、まあ、ご自分でビジネスをされていきたいと。で、まあ、ゆくゆくは脱サラという形でこう独立をされていきたいとい まあ、ご相談を受けまして、で、うちの方でちょっとコンサルをね、ビジネスのコンサルの方をさせていただいて、この度ですね晴れて、脱サラ独立をされたという、まあ、素晴らしいね成果を残された、小松さんに今日来ていただいたので、ちょっと、まあ、対談というかね、どんな感じだったのか、まあ、今後そういうこれからの時代ですね、その金融庁の、まあ、2000万円の問題とかもありつつで、こう副業、まあ、独立までいかないにしてもその副業とか、まあ、サイドビジネス、副収入、そういったものをどうしたら得ていけるのか、で実際にこう今行動に移されている方とかもね、まあ、多いと思うので、小松さんの話というのは非常に価値が高いものになると思いましたので、今回ね私のこのオフィスまで遊びに来ていただいたので、せっかくですのでちょっとね話を伺っていこうかなと思っております。はい、小松まさし、年齢は30歳に今年なりました。出身地は高知県です。そもそも小松さんが小野内優輝を知ったきっかけ、一番最初にこの名前を知ったきっかけって何だったんですか？そうですね、小野内さんを知ったきっかけは副業に興味が出て、FX だったり株だったりに興味が出たので、ネットを検索していたところ、その投資のスクールがありまして、そこに入って小野内さんと出会って、まあ、そもそもその副業に興味を持ったのは、まあ、手取り15万で、まあ、なんとなく周りの手取りもそれぐらいでやってたんで、まあ、こんなもんかなっていう感じで過ごしてたんですけど、まあ、これじゃいかんなっていうのがありまして、いろいろ副業を考えてネットで探していたところ、 FX のスクールですね、そこに申し込みしまして、でそこで小野内さんとお会いする形になったんですけど、もちろんですけど投資するにはお金がいるっていうことで、もう全然今までその消費一辺倒で生きてきたので、もう貯金もないですし、全然蓄えもない状態でスクールに入って通って習うのはいいんですけど、そもそも投資ができないっていう状況でして、小野さんにご相談させていただいたところ、スモールビジネスっていうのを紹介していただいて、そこでそのコンサルを受けまして、その初めて物販っていうのをやり始めたんですけど、もう本当最初は右も左も分からない状態なんですけど、もうしっかりサポートしていただいて、もう初月で24万円利益すごいです。はいすごい。そうです、副業でですもんね。そうです、副業の段階で、副業で、でもうコンサル費はもうぶっちゃけそこでペイできて、あとはプラスになるだけで。そうです。今、まあ、ちょっと調子乗って仕入れすぎて、まあ、資金ショートなんかも経験したんですけど、資金ショートアカウント停止いろいろ経験したんですけど、ノウハウは自分の中で初めて半年で確立できたので、あとはもうやるしかない、やってみなきゃわからない。で今まではその副業で取り組んでたんですけど、何せその時間が限られてる、もう日中はもちろんその会社に出勤して8時5時の中で、まあ、通勤時間回したら10時間ほど毎日拘束されてる。で僕は月曜から土曜まで仕事でして、休みが日曜しかないという中で、まあ、月商で言ったらまあ平均20万から30万稼げるようになって、まあ、ある程度手応えはすごい、そうさ、ある程度手応えは感じてきたので、まあ、あとはもうそこに費やす時間ですね、このまま会社でズルズルやってても自分に対しては一切そのスキルというか全然つかないので、まあ、時間の無駄だなっていうので、会社を辞めまして物販に全力で取り組んでいくっていう感じですね。それで今まあ資金をこう貯められてる。そうです、そうです、素晴らしいです。最終的にはもうトレードだったり投資をして、自由気ままじゃないですけどそういう生活スタイルにしたいなと思って、そのための、そうですね、段階じゃないですか、なんでまずはスモールからでもいいので始めてみて稼いでいけたらなって。なるほど。一応結構その、まあ、考え方とかそういう価値観的なものでかなりパラダイムシフト、要は180度っていうぐらい、その結構
こう考え方だったりそういうのの衝撃があって、まあ、開眼していくっていうような感覚がこの1年ぐらい、まあ、あったと思うんですけど、具体的に、まあ、消費能のところをもうちょっと結構、まあ、見てる人でほとんどそういう感じ、要は入ってきたら使う、例えば昇級だったら小松さんじゃないですけど焼き肉に行くぞみたいな、まあ、そういう風で結局そういう風にお金を消費ないしは浪費をしてっちゃうっていう人がまあ多いと思うんですけど、もともとそうだった小松さんがなぜそういう風に変わることができたのかっていうそのあたりのことをちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけど、はいはい、その時に、まあ、消費の 100% だったのでまだその時は全然気づいてなかったんですけど、上がった分ですかっていう感じだったんですけど、まあ、それじゃいかんな、今までと一緒じゃないかなって、お金の知識をつけないといけないなと思いまして、まあ、嫁もいますし、なんかその時にふわっとですけど、なんか今までは考えたことなかったんですけど、うん、これから今後みたいな、はい、考えた時にこのままじゃいかんと、で人生で初めてそういう本を、うん、買ってですね、なるほど、読んだところ頭殴られちゃうんですけど、もう衝撃が走ってですね、金持ち父さん貧乏です定番のね、そうです、はいはいはい、定番なんですけど、まあ、4種類いると、はいはい、自分はその、まあ、一番下じゃないですけど、もう雇われる、使われる、搾取される側っていうのが分かって、で、まあ、このままじゃいかんってなって、そこでその気持ちが、考え方が180度変わって、まず変わって、うん、もう使う消費の一辺倒じゃないですか、そう、まずいことその時に気づいて、で、まあ、ネットで見てたところ、投資のスクールがあるところで小野内さんを知ってですね、まあ、他にも講師の方何名かいらっしゃるんですけど、なんかこの人違うの僕ですか、そうですなんかこう何が違ったんですか、いや、なんかこう、なんていうんですかね、まあ、自分が最初に聞かれたのはまず声なんですけど、もう入ってくるな、現場ですね、声がすごい入ってきて、聞き取りやすくて、質問に対してもこう的確に来てくれて、で一番その、まあ、正直自分の中で、あ、この人だと思ったのは、大阪初めてお会いした時に、もう本当偶然だったんですよ、トイレに行かれてたと思うんですけど、はい、直接接した、ここでなんかもっとなんか仲良くなりたいな、小野内さんも知りたいなと思って、はいはいはい、他にも講師の方何人かいらっしゃるんですけど、その小野内さんに個人的にちょっと相談させていただいて、今の自分の状況を説明してお金がないっていう相談なんですけど、まあ、スモールビジネスっていうので、ビジネスを教えてもらって物販を始めてることになったんですけど、今までは、まあ、自分は商品の一点で買う側、削除される側、で物を買う時ももちろん、あ、欲しいと思って買うだけで、物販を始めるともうびっくりするぐらいに、もう考え方が変わりまして、いかに欲しいと思うものを仕入れるかみたいな、買うじゃなくてこれを流通させるじゃないですけど、あ、その買う側が欲しいっていう、そういうことです、そういうことです、物を見る感覚も変わりましたし、初めてその経営ですよね、はい、副業といえども経営だと思うんですけど、そうです、を経験してですね、お金に対する価値観、管理能力だったりはもう全然変わったんですけど、小野さんに紹介します物販がきっかけで、なおパラダイムシフト、思考のパラダイムシフト加速したなと。なるほど、やる前にああだこうだ考えることってほぼ意味ないんだっていうことが実感してると思うんですよ。これ以上の学びってないですよね。そうですね、稼ぎたいけどわからないっていうことは大西さんに、動かないと本当に何も変わらないんで、一言でこう表すと何を学んだんですか。社会の構造が分かったというか、日本の教育はそういうものだっていうふうに割り切れなきゃいけないけど、その中でどっぷりになっちゃってる人が多い、うんうん、学校教育の洗脳から抜けれないっていうのはそういうことなんですね。妻も別人になっちゃった、ね、洗脳教育を解くためにはやっぱ洗脳しなきゃいけない、自分の考え方